マイク・ムーアは、ニュージーランドの政治家、第34代首相、元世界貿易機関事務局長、若種生まれ、川川育ち、17歳で、オークランドの貿易組合員となる。ニュージーランド労働党に入党し、1972年の国政選挙に初当選し、3連勝記録を受立する。1978年に、クライストチャーチへ移り、 クライストチャーチの選挙区内を移動するも1999年まで議席を保持する。貿易分野に精通し、貿易交渉に手腕を発揮した。1990年9月に労働党党首に就任し、同時にジェフリー・パルマーの公認として第34代首相に就任するも、1990年10月の総選挙で敗北し、在任期間はわずか2ヶ月であった。 労働党党首は1993年まで務める。1999年に世界貿易機関事務局長に就任し国会議員を引退する。2002年まで世界貿易機関事務局長を務めた。2003年に中国人民大学より名誉博士号が授与された。2010年8月中米大使に就任する。2014年に 滞在先のワシントン DC で心臓弁膜症の手術を受け、2015年に軽度の脳梗塞を発症する。中米大使職は2015年後半に退任した。2020年2月2日、オークランドの自宅にて71歳で死去。ありがとうございます。